こでも食べて。狙いとしてはあそこの先へというような狙いがしっかりと見えた一打でした。ピンシー14番パー5のバーディーパットです。5アンダーグループまで来た。これで稲見と並んできた。5位タイグループまで来ました。ピンシーです。5位タイグループが今4人います。単独の4位にペデルセン。稲見の第3弾8番来るか。うわー、これも向かってきた。いやー嬉しくて笑っちゃいました。この8番でも見せてくれました。これ初めてかもしれない。どうやろう、ちょっともう6番に続いてというようなね、なんかだんだんスイッチが入ってる感じがしますね。ペデルセン6アンダーでこれを沈めるとこれは決められる。メリーコルダン6番に入っています。はい、なんか狙いすましたようなね、はい、リズムと。いやこの人が今稲見と並んで5位タイ、はい、まあ、この先の流れを考えると非常に怖い存在ですね。そうですね、まあ、ドライバーではなくて、はい、ボールを止めきれていました。妹からお姉さんへの画面の切り替わりです。ジェシカ・コルダは14番のパー5に入っています。バンカーか。はい、ここはかなりね、狙ってくる選手多いですけど意外に狭いフェア、フェアウェイというか狭い花道ですね、花道ですね、はい、12番ランダが決めてきています。笹生は5番パー5のこれが第3打のようです。あーっとちょっとね、思うようにいってないシーンが多いですね、はい。トップに立っているマドセンはこのアングルです。ショートアイアンでこういうとこ狙ってくるとなんかすっぽりとね、はい、ギリギリのとこに埋まりそうな状況でもありますよね。後半の選手もこのピンの位置をどう狙ってくるかっていうのが一つ終盤ポイントになるこの17番でもありますね、はい。11番です。台湾のピーピーを1つ10番でスコアを落としました。さあ畑岡映ってきました。5番ボギーが先行した形になりました。248ヤードのパー4です。練習日にはグリーンを捉えることができていました。ああ届きません、うん、一つアプローチで頑張ろうというところかもしれませんね、うん、アショクは17番積極果敢なティーショットから危なげないということなんでしょうか、はい、この距離を外したところを今日は見てませんね。見てないですね。今のも下りなんですよ、ついに並んできました8アンダー。カップ
ップに入るというよりもカップのど真ん中しか見えてない感じがするくらいな、はい、そんないいストロークです。いや今日は本当に3メートル弱、もう少しの距離もあったかもしれませんが全部沈めてます。さあ稲見バーディーパット。